ヒーローの登場です。大きな拍手歓声でお迎えください。まずは決勝タイムリー、ソイロー・アルモンテ。続いては大輔で勝利投手になりました祖父江大輔。放送席、そしてナゴヤドームにお越しの皆さん、アルモンテ選手、そして祖父江投手にお越しいただきました。まずはアルモンテ選手、ナイス決勝タイムリーでした。Muchas gracias a los fanáticos por el momento que estaba apoyando a los jugadores. Nosotros estamos jugando 100% de todos los días para poder ganar los juegos. Hemos enfocado para hacer el mejor trabajo posible y poder ayudar al equipo. Sí, primero, とにかく集中して行きました。本当にチームの勝利に貢献できてとても嬉しいです。第2打席のヒットもいい感じで、それがご自身繋がったんじゃないですか。Sí, sí, da el favor y para poder aportar en algo al equipo y poder sacar la victoria como se puede en este equipo。そうですね、とにかくチームの勝利に貢献したいという一心で試合でやっています。本当にいいところで打ててとても気持ちがいいです。あなたの活躍でチームは4連勝、カープに3連勝、このカープ戦カード勝ち越しを決めました。そうですね、首位を走っている広島に勝ち越せることはとても自信になりますし、とても嬉しいです。アルモンテさんの来日初ホームランもカープ戦でした。我々ドラゴンズファンは CS もちろん諦めてません。カープ戦後試合、そして他の試合に向けてお願いします。Bueno, mi deseo es que nosotros podamos seguir ganando los partidos y buscar chance de llegar a unos playoffs y buscar la manera de cómo traer un campeonato aquí a Nagoya. そうですね、とにかく一戦一勝で、とにかく勝って、最後はまた名古屋ドームに戻ってクライマックスができるよう頑張っていきたいと思います。今後も皆さん応援よろしくお願いします。ナイスバッティングアルモンテ選手です。そしてお待たせしました、祖父江大輔投手です。ナイスピッチングです。ありがとうございます。まずは大輔さん、本日の大輔デーにお集まりの皆さんにお一言ご挨拶をお願いします。大輔デーに来ていただきありがとうございます。ナイスピッチングが味方の勝ち越しを呼びましたね。そうですね、自分のエラーもあったんですけど、その後抑えることができて、その後アルモンテが打ってくれたんで最高です。この日にこの大活躍、もちろんこれまで45試合ですが、この日にナイスピッチングできた、どんなふうに思いますか。そうですね、球団の方がこういうイベントを作ってくれたので、今日は投げたいと思ってました。思えば春のキャンプですかね、僕も大輔ですという名言がこの日を呼んだ気がしますが。そうですね、大輔っていう名前を付けてくれた親に感謝したいです。そしてピッチングの方はもう45試合も投げてます。今日は勝ちのご褒美もつきました。リリーフ陣が本当に苦しい中、屋台もね、支えてらっしゃいますね。そうですね、先発ピッチャーとか野手の方にリリーフが迷惑かけることが多かったんで、残り試合はしっかりリリーフで支えていけるように頑張っていきたいと思います。アルモンテ選手からも残り試合力強い言葉がありました。祖父江投手からも最後にお願いします。リリーフもそうですけど、チーム一丸となって、CS に、進出できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ナイスピッチング、祖父江投手、そしてアルモンテ選手でした。おめでとうございました。Oh, you're so
Thank you.